クソ仕事ご苦労。お前たちのおかげでピンセットの情報が集まった。現在の所在こそ不明なものの、近日中に霧ヶ丘学院近くにある施設で実際に使用されるのは確定。今回のソースはまともらしい。この図面でいく。必要な計算を。待ってください。その前に私にあのクソリア人を狩る機会を。おいおい、ギリギリ現場に滑り込んだ予防のおかげで拾った命だろ。すぐに潰すな。まブチギレて当然だが、お前の顔は学園都市の再生医療で修復できる。だいたい追跡するにも自慢の鼻がないんじゃしょうがないだろ。黒毛の携帯から辿っていけば居場所は分かります。それにクソリア中には怒りの感情なんてありませんよ。あの極限状況で私と知り合った、全力で私に付き合ってくれた、これってもう友情ですよね。そいつも同じ匂いがしたんだろ。なら焦らなくてもすぐに会えるさ。そんな悠長なこと言ってられません。彼女だってきっと私を待って。おいあと何秒てめえに時間割けばいいんだ。まだトラウマ治ってなかったんだ。ピンセットが最優先だ。支援は後にしろ。どうするの？彼女本当にもうダメかもね。任せる。もともとスペアの候補がいたはずだ。どのみち今回はたくさん死ぬからな。学園都市の思惑なんて知ったことか。俺は裏技を使って好きなようにさせてもらう。